はい、今日はデニムジャケットの紹介をしていきます。視聴者の方からご意見いただいたので、それを取り入れるという形ですね。ご意見ありがとうございました。他にも何かこういうのを紹介してほしいっていうのがありましたら、どんどんコメントにご意見いただければできる限り対応しますので、よろしくお願いします。アメカジ系だったらミリタリージャケットとライダースジャケットはやれそうです。で、あと最近の流行りだったらゴアテックスジャケットもやりそうなので、興味持っていただけた方はチャンネル登録をお願いします。で、まず今回の動画なんですけど、まずデニムジャケット紹介した後に実際に着用しますので、最後までお付き合いください。最初の話が長くなってしまったんですけど、デニムジャケットを紹介していきます。はじめに紹介するのがこれです。ウェアハースのオーバッシュカバーオールジャケットです。まあね、これ相当気に入ってきてたんですよね。まあ、今回これを紹介したかったのが本音です。これ買った時にオーバッシュだとかって言われたんですけど、オーバッシュっていうのはこれみたいに、なんていう、色を抜いてあるんじゃなくてプリントになってるはずなんですけど、なんかさっきのジャケットはオーバッシュって言われたので、多分そうなのだろうと思って、記憶違いかもしれないですけどね。ワーク系だったらもう一つ、なんていうんですかね、縫ってあるのもあるんですけど、このジャケットは色を抜いてあります。色を抜いてあって、何、怒りマークがついてますね。これ怒りマーク当時ものすごいハマってたんで、めちゃくちゃ着てましたね、マジで。本当にめちゃくちゃ着てました、これは。で、めちゃくちゃ着てたら、ここの首がやられちゃったんですよね、穴が開いちゃって。で、めちゃくちゃ気に入ってたんですけど、もう着れないという悲しい一着です、これは。デニムジャケット、こうなっちゃうのが、本当に寂しいですね、自分は。首がやられちゃうんですよ。色の落ち方も、かなりいいと思うんですけどね、これ。こんな感じです、色の落ち方。色の落ち方はこんな感じです。で、あとやっぱボタンがいいんですよね、ボタン。ほら、ボタンが。絶妙な錆具合が、本当に最高です。ウェアハースに関しては、本当にいいです、これ。まあ、超気に入ってたんですけど、もう、取っとくだけになってしまうという一着です。続いて2着目です。これですね。ウェアハースのカバーオールですね。リーモデルか、これは。リーモデルなはずです。これもね、かなりいいんですよね。これも色の落ち方が結構気に入ってます。ちょっと詳細見ていきますね。まあ、こんな感じなんですけど、これなんかカバーオール特有なのかもしれないんですけど、ホワイトステッチなんですよね。全体的に。ステッチがホワイトなんですよ。こういう風に。だからなんか、色落ちしたデニムに結構相性がいいような気がします。まあこれも、まあ全体的にこうですね。まあかなりいいと思います。で、ここもトリプルステッチ。肩のところがトリプルステッチですね。最近ユニクロで似たようなのが出て、ちょっと欲しいなって思ったんですけど、やっぱ手に取った時の質感が 全然違ったんで、やっぱこっちの方がいいですね、ウェアハウスの方は。デニムジャケットです。で、ボタンに、まあ、リーカウボーイなはずが W になってます。これはね、今回紹介する中で、着れそうな一着なんですよね。これもね、もう、やっぱデニムジャケットいいんですけど、首がやっぱ危なくなっちゃうんですよね、ほんと。首元。これももうなんか穴開きそうなんで、もうちょっとしたら多分着れなくなっちゃいますね。これも穴開いちゃうんで。続いてジージャンです。ドゥニームのセカンドですね。もうこれ、かなり若い頃に買ったんで、昔15年ぐらい前でもちっちゃくて着れてなかったんですけど、まあ取ってあったみたいな感じですね。
いや、懐かしいですね、これ。ジージャンでね、セカンドが一番好きなんですよ、私。最近の流行りはなんかファーストとか、ファースト対戦モデルなんですけど、私はね、ジージャンでセカンドが一番好きなんで、ちょっと見ていきますね。そんなには切れてないんで、首がやられてないんですよね、これ。で、なんか、お、これなんかいい感じの色になってますね、ここ。なんて言うんだろう、紫色っぽいですね。ステッチか。あ、ステッチがもう色あせてんだ、これ。かっこいいな。これですね。で、赤タブがドゥニームですね。これ、ドゥニーム。ドゥニームはそんな着てなかったんで、まあ新鮮ですね。一着着てたのか。で、まあ全体的に、まあセカンドですね。ポケットが2つ。セカンドだけが唯一、オリジナルのリーバイスのオリジナルの持ってたんですけど、売っちゃいました、昔。取っときはとんでもない値段になってたんですよね。なんかブランケット付きのが昔安かったんですよね。思い出した。いろいろ思い出してきました。まあこれですね、セカンドです。で、セカンドの後期なのかな、紙パッチですね。507って書いてます。何なんだろう。まあ昔のやつなんで、ちょっとよくわかんないですけど。まあ、もう着れないんで、取っとくだけですね、これも。ラストです。ウェアハウスのセカンドタイプです。セカンドタイプで、バッグに入れ墨付きです。まあ、この入れ墨が好きで買ったんですけど、これに関しては。ちょっと見ていきますね。まあ、これも かなり気に入ってきてました。結構いい感じの色落ちになってます、本当に。本当にいい色落ちになってると思います、これは。で、まあ、一番好きだったのはこのバックプリントなんですよね。もう、なんて言うんだろう。怪しい、なんかキューピーのパチモンみたいな キャラなんですけど、まあ、昔の、50年代、1950年代のアメリカみたいなキャラがいて、もう、大好きでした。これもよく着てましたね。本当によく着てました。お気に入りの一着でした、これも。本当にこのバッグのプリントで大好きです。フェルトみたいになって、このバックプリントフェルトみたいになってるんですよね。まあちょっといい感じに、本当に気に入ってましたね。大好きでした。なんて書いてあるんだろう。まあそういう細かいことは聞かない方がいいか。で、まあウェアハウスのこの辺とかもいい感じの色落ちになってますね。で、そうですね。やっぱ、このボタンがいいんですよね。何度もくどく言うようなんですけど、ウェアハウスのボタンがいいんですよね。この錆びれ具合が。本当に。15年もの、20年ぐらい前のやつ。まあいいです。色落ちもいいんですけど、パッチがこんな感じですね。で、まあ、やっぱり、気に入ってきてたんで、もう危ないんですよ。首が。もう切れる一歩手前ぐらいです。切れちゃいそうです。穴開きそうなんですよね。デニムジャケットは、これが本当に残念です。リペアとかってできんのかな？もしリペアとか知ってる方いたら、コメントいただけると嬉しいです。まあ、こんな感じですね。じゃあ、実際に着ていきます。実際に着てみました。下に着てるのがユニクロのヒートテックインナーですね。今年出たやつの L サイズ着てます。で、今、それでジーンズがリーバイス501ですね。前回の動画で配信したやつです。で、今着てるのがベアハースのオーバッシュカバーオールですね。結構いい感じですね、これ。開けてたらもう閉まんないですけどね、下に1枚で。昔はこれに寝るシャツを着られたんですけど、今はもう厳しいですね。閉めたらこんな感じになっちゃいますんで。まあでもこれも着たいんですけどね、マジで。首が。まあ、たまに着ようかな、でもこれ。これ以上ダメージが増えちゃうと、ちょっと嫌なんで。本当にお気に入りだったんです、これは。で、いい感じです。あ、これはサイズ36ですね。結構大きめかな、そしたら。こんな感じです。ウェアハウスのカバーオール。
じゃあ次行きます。ウェアハースのカバーオール B のモデルですね。これいいんじゃないの。まだいけますね。全然最近ご無沙汰だったんですけど、ちょ春先に着てみようかなって思いますね。まあこれ黒だったらちょっと暗すぎるんで、あのヒートテックインナーの何ベージュ色みたいなのがあるんで結構合いそうですね。これだったら結構悪くない。いいですよね。これサイズ表記が見当たらないんですけど、まあ自分が昔着てたの36か38なんで、まあどっちかだと思うんですけど、まあ結構いい感じだと思います。これじゃあ次行きます。ニームのセカンドですね。もうやばいっすよこれ。丈が短すぎるんで、なんかロックスターみたいっすね。かなり昔のロックスターみたいになってます。いやこれ多分なんかなんて言うんだろう、これ多分あれ素肌で着たらへそ出しになりそうなんですよ。やばいですこれ着ちゃったら。これ着て外出たら通報案件になりそうです。まあこんな感じです。ドリームのセカンドモデルはこんな感じです。さすがにこれはきつい。これを着て外に出るのはまずいと思います。じゃあ次行きます。ちょっと私物紹介とかも、私物紹介とかも行っていきます。はい、最後ですね。これもウェアハウスのセカンドです。まあ、これもちょっとちっちゃいんですけど、まあギリ大丈夫かなぐらい。もう閉まんないかな。閉まるかどうかちょっと試してみます。あ、やばい。やばい。あ、ダメですね。一番上は閉まんないです、これ。ここまでが限界です。こうなっちゃいますね。これももう閉めては着れないです。まあ、でもこのバックプリントを分かってほしい。バックプリントの良さが分かってほしいです、本当に。まあ、着るんならやっぱギリで、こんな感じで、まあ、着る、もし着るとしたらこんな感じです。もうこれも結構ちっちゃくてきついかな。まあ、太ったのが致命的ですよね、マジで。痩せようと思ってジムとか通ってるんですけど、逆に筋肉もついちゃってみたいな感じでもう、着れないですね、やっぱ昔の服は。きついです。まあ、こんな感じですね。じゃあ最後飛びます。どうだったでしょうか。まあ結構自分は昔の服着たりして楽しめたので、面白かったですね。コメントくださった視聴者の方ありがとうございました。まあ、こんな感じで自分は自分の気に入った服とかスニーカー、ブーツなどを配信していくので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。